か前初めてでしたよね、うん、広島戦。いや、お広島戦か。あ、試合あのホームデビューしたの。そう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 だ。広島戦。いや、広島戦は人も結構来て、そうですね、高いです、うん、サッカー専用スタジアムだからあのピッチからも近いし、すごい感動だったっていうか、なんか勝ったじゃん。まあまあそうですね。あの素晴らしい雰囲気で、雰囲気のその中でいい試合をできたから。でも結構ゴール裏も近いじゃないですか、うん、サポーターと結構で、まあ、逆にアウェー側とか行ったらもう真後ろじゃないですか。結構こう圧とか感じます？全然あんま感じないですか、うん、逆にホーム側はどうですか前半。いや、ワーミングアップの時からすごく鳥肌が立つっていうか。やっぱそうっすよ、すごいっすよね。すごい。なんか俺も最初立ってた俺の名前を大きい声でめっちゃ気合い入るし、うん、ありがとうございますファンの皆さんすごいな、ちゃんとお礼まで個人的にはこうあのサンガに合流してからエプト戦と、神戸戦が良くなかったから、あのサポーターにはちょっと申し訳ないなと思って、でなんかレッズ戦からちょっと少しずつ上がってきて、まあ、ホームデビュー戦ちょうどこうみんなの前で勝てて、本当にずっともう大きい声で応援してくれてすごく感謝だったし、まあでも助けられてますよ。あれはまあ京セラ署、京セラ署みんなのみんなのあれっす。いいっすか、好感度上げに来てるね。どうだった、札幌戦ですか。それはまあ気合入りますなんで俺を取ってくれなかったのっていやまあまあまあそうっすね、まあ、成長しつつあの姿を見せたかった。負けてたしドームで、うん、ちょっとこのまま今シーズン終わるわけにはいかないなって思ってたんで、その悔しさも、そうっすね、悔しさも兼ねて、まあゴールできたのはまあまあ全然いいんですけど、やっぱ勝てたのが自分のあれ作っとけば、いやそう作っとけばよかったと思って、ゴールパフォーマンス聞こえないぞってか、いやじゃあ今日で、はい、あれして一点決めたらこうこれやりますと。ああいいっすね。何がいいかな。声出せ聞こえないぞってやりました。それにしましょう。でそのコメントにキモいんですけどって書かれる。さすがにちょっと痛いかなみたいな。でもあのみんなで肩組んで飛び跳ねてる時が一番なんかこうなんか気持ちよくないですか。まあ確かに、あのためになんか俺頑張ってるとこもありますもん。なんか毎試合やりたいね。いや本当にそうっすね。ちょっときついっすよちょっときつい、釣りそうになる時もあるんであれ釣ったら面白いそれはそれで面白いですけどね。でもあれはいいっすよね、最高っすよ。でも俺一番しびれたのがそれこそ広島戦かな。ホームでロッカーで長さんちょっといいですかって言って、うん、今のその時の思いみたいなのを伝えてみた時、なんかあの時一気に選手がなんていうんですか、団結した感じがして、ありがとう、なんかすごかったっすね。あれはあれはなんか言おうとか決めてたんですか。俺もあんまり言わないタイプだったの、うん、でも、うん、もったいないなって毎試合とか 毎日の練習終わって思ったことを言おうかなといつもこう迷ってたの、うん、正直。でも言わないと、だから自分が行動で見せないと
何も起きないっていうか、その、うん、何も変わらないじゃん。だから意思っていうか伝えたかったし、うん、まあ、正直重要なタイミングだったから、そうですね、聞いてよかった。あの、いや、どうだった？そこでこう奮い立たされたというか、なんか今が戦う時だっていう、ここが勝負なんだってなんか再確認できたっていうか、まあ張さんが言って、まあ自分たちこうなんですか、気持ちを作るのはそうですけど、やっぱチームメイトに言われるとなんつうんですかね、やっぱそう、バトンタッチ、お前次試合でまあ俺もそういうなれる選手に、言える選手になります。正直あるでしょ、俺も言いたいけど、なんか見せたいけど、プロ1年目だしまだ早いかなって思ったことあるでしょ。まあまあまあ、思ったことはあるですけど、でも俺はもう関係ないと思ってるから、全然お前が言いたいんだったら言った方がチームに逆にプラスになると思うし、うん、それを聞いて、お前なんだよって、お前まだ1年だよって言う人もいないからさ。どう、結婚生活？ちょっとめっちゃざっくり聞くわ。俺昨日帰ってきたばっか、うん、奥さんのことなんて呼んでる？こういう場で俺結構困ってるよね。嫁さんとかも言うし、名前で呼ぶ時もあるし、なんか何がいいのか分かんないよね。